横浜市青葉区の山内地区センターで、正しい姿勢で美しい歩き方を身につけ、美容と健康に役立てるウォーキング講座が開催されました。美しく見える歩き方のポイントと、そのために必要な筋力を鍛えるレッスンです。講師はウォーキング界のカリスマ、デューク・サライエ氏の公認インストラクターで、劇団四季の舞台にも立っていた佐藤智子さんです。美しく歩くポイントの一つは、手を後ろに振ること。前かがみにならず、胸を開いて歩く姿勢を意識するために、肩甲骨を回したり、脇腹を伸ばすなどのトレーニングを行いました。かかとからついてつま先で踏み出す歩き方も、日本人は不得意だと言われていますが、足首をしっかり動かすことで筋力の衰えを防ぎ、つまずき防止にも役立つのだそうです。そうです、おへそは引き上げておきますよ。右足からいきますよ。右足から一本の前頭へです。戻ってかかとからついて膝を曲げないで、戻って膝と膝をすり合わせて、いい感じで、少しずつですけども、覚えていけるかなと。結構こう丸めてたんだなっていう気づきがだいぶありましたね、今回。質の高い歩きをすることで筋肉を使うので、すごく体にもいいですし、歩き方を変えるだけで目線が変わったり、目線が変わるだけでこう世界中がね変わってきたりするのでね、皆さんにもぜひ質の高い歩き方をしていただきたいなと思います。